YouTube 始めちゃいまーまーまーます。こんにちは、しきどかんです。 YouTube を始めます。まず YouTube を始めるにあたって決めなきゃいけないことがあるそうです。チャンネル名考えていきたいと思います。チャンネル名を文章にしたいんですよ。隣のトトロみたいな。関戸カノンは一人でいたい。関戸カノンは一人がいい。関戸カノンは170、関戸カノンは背が高い。関戸カノンと犬、カノンとぼちぼち。関戸カノンと一緒、関戸カノンは何も怖くない。関戸カノンは音楽が好き。関戸カノンは一人でいい。決まったやつはチャンネル名になってると思います。はい、次なんですけど、 YouTube で私がやっていきたいこと、割と私はやりたいことがいっぱいあって、大食い一人旅、一人でいろんなとこ行ったりとか、お家でご飯作って一人で食べ、のんびり食べたりとか、お兄ちゃんにも一緒に出てもらったり。高校ももう卒業になるので、のんびりした私をお送りしていきたいと思います。最初の動画ということで軽めの自己紹介をしておきたいと思います。誕生日2月10日、年齢17歳、今度18になります。高3、身長170、ペット赤福サブジローと言います。そうだ、挨拶も決めなきゃいけないんだ。 YouTuber さんの挨拶ってすごい独特、みんな決まってるじゃないですか。めたいなと思っております。どういうのにしよう。関戸カノンですの前に一言なんか入るといいよね。あ、なんかちょっと雨降ってるな。関戸カノンです。今日あった出来事、ちょっとした出来事をちょっと言おうかな。じゃあコストコに行ったらクラムチャウダーが今日ちょっといつもよりも冷たかった、関戸カノンですみたいな感じにいきたいと思います。ゴー。はい、ということでそんな感じで頑張りたいと思います。これから YouTube いろんなことチャレンジしていきたいと思っています。これからも YouTube 上の関戸カノンをよろしくお願いします。バイバーイ。